タイラー・ハリソン・キンリーは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード・郡プランテーション出身のプロ野球選手。宇藤右打ち。MLB のコロラド・ロッキーズ所属。2013年の MLB ドラフト16巡目で、マイアミ・マーリンズから指名され、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コー・ストリーグ・マーリンズと A- 級、バタビア・マックドックスでプレーし、 二球団合計で7試合に登板して0勝1敗、防御率7.07だった。2014年は A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレイし、28試合に登板して3勝1敗、防御率2.70、30奪三振を記録した。2015年は A 級ジュピターハンマーヘッツでプレイし、31試合に登板して1勝3敗、防御率3.25。 41奪三振を記録した。2016年は A 級ジャクソンビルサンズで開幕を迎え、その後トリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズに昇格。2球団合計で44試合に登板して2勝4敗、防御率4.53、63奪三振を記録した。2017年は A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプで開幕を迎えたが、27試合で、 防御率5.19と不振に陥り、A9 ジュピターへ降格した。A9 ジュピターでは23試合で防御率1.98を記録した。2018年3月29日2017年のオフにドミニカ共和国で行われたウィンターリーグのリーガでベースボールプロフェッショナルデラ、レプブリカドミニカーナに参加し、19回を投げ防御率0.47と好成績を残した。 その後、12月のルール5ドラフトで、ミネソタツインズから指名された。2018年は、ツインズの開幕ロースターに名を連ね、4月7日にメジャーデビューを果たしたが、4試合で防御率24.30と制裁を書き、26日にディーフとなった。2018年5月1日、かつて MLB ドラフトで指名されたマーリンズと、再び契約し、 トリプル A 級ニューオーリンズに送られた。その後、9月4日にメジャーに昇格し、9試合に登板して防御率7.04だった。2019年は中継ぎの一角としてメジャーで52試合に登板し、3勝1敗1セーブ、防御率3.65と安定した成績を残した。2019年12月9日にウェーバー工事を経て、 コロラドロッキーズへ移籍した。空振り率の高いスライダーを中心に投球を組み立てる。一方で請球に課題がある。ありがとうございます。